背番号12番西野陽です。ナンバー24、広瀬健太です。いい質問ですね。いいですか。ちょっとください。はい、ってことは買ってない。買ったものをお願いしたいです。あ、そうですか。自分の幸せは相手の幸せにもなるし、相手の幸せは自分の幸せになる。いや、お前はしゃぶしゃぶで食いたいな。カニ食べたい。買い物とか言っちゃおうかな。あ、買い物。ペンネーム、はい、リカさんからです。はい、リカさんありがとうございます。最近買った一番高いもの。これね、いい質問ですね。はい、ヒロさん、ズバリ言っちゃってください。カメラに向かって、はい、冬物のコートを買ったんですよ。はいはいはい、狙ってたやつ。お、はい、サイズが M と L が、うん、わかんないからさ、今ほらネット通販で買うから、まあ、このいけないからね、ご時世だし、うん、M と L 来て、でもう本当にもう嫁さんにどっちがいいかなとか、サイズ感どっちも着れたんだけど、どっちも返品しました。ってことは買ってない。買ったものをお願いしたいです。あ、そうですか。買おうとしたじゃなくて。買おうとしたじゃないですよね、うん、スニーカーですかね。はい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 。もう3万ぐらい。あら、高いっすね。うん、いいっすね。西野は？そうですね、俺一人暮らしだからさ、ほら物とかもさ増えていきがちでしょ。そうですね、もう家がなんかもう倉庫みたいになってて、うん、汚くて。だから俺よりもなんか高いもん買ってそう。いやー、あ、ピアス。ピアスしてるっけ？でもこっちだけ開けてるんですよ。うん、こっちだけ開いてるんですけど。ブランド物のピアス、ベルサーチっていう、買わせていただいて。あ、ベルサーチさん本当にありがとうございました。かっこいいです。じゃあ今度期待してるわ、遠征中に。あ、遠征中あれつけない。プライベートの時今度撮ったらセルフィー送ってよ。セルフィー、うん、じゃあ次行きますね。はい、はい、これは多分俺よりも西野に聞いた方がいいと思うから。うわー、うん、理想のデートプランは。あ、最近デートとか、最近でもここ3年ぐらいデートなんてしてないっすもん俺。まあ俺の理想のデートプランは、はい、朝10時ぐらいに起きて、うん、11時ぐらいに家出て、うん、まあ、ディズニーとかかな、うん、行って。一緒に住んでんの？一緒に住みたいですね。一緒に住んでる人と手で行かせてもらっていいですか？はい、まあ、12時ぐらいにディズニー入って、うん、まず昼飯ですかね。あ、ディズニーの昼ご飯って、ディズニーのご飯ってめっちゃ美味しいじゃないですか。何食べるの？どう食べるの？ピザっす。ピザ、ピザめっちゃうまかったんで、うん、まあ、何個かアトラクション乗って、まあ写真も何枚かパシャパシャ撮って、うん、自分のデートプランの一番の目的って美味しいものを食べに行くことなんですよ。うん、まあ、貴重な休みなんですよ。だから、うん、なんかめっちゃ高いとこ行きたいです。あ、ディズニーじゃなくて、そう、ディズニーランド行った帰りに。そうっす、ディズニーランドで予約しといて、うん、前日とかに、うん、ここよくねみたいな、うん、調べて一緒に、うん、あるじゃん、フレンチなのか。俺最近マジ自分の勝手な気分なんですけど、うん、今のカニ。カニね、はい、めっちゃカニ食いたいんですよ。しゃぶしゃぶで食いたいな俺は。カニ食べたい。いや、そデートじゃなくてお前の食欲じゃないか。いやけど自分の幸せは相手の幸せにもなるし、相手の幸せは自分の幸せにもなる。いや、お前は向こうはそう思ってくれたらいいけどな。結局もうディズニーとかもう10時に起きるとか関係なく、カニ食いたいってことですね。もうカニのためならもう俺大阪まで行けちゃうし、もうカニ歩きで行っちゃうっすよ。ああ、確かに今日もカニ歩きしてたもん。それぐらいカニに対する思い強いんですよ。清さん聞いた話大丈夫ですか？聞きたい。いや、やっぱ家庭を持ってる人の理想の、うん、家庭を持ってるからこその理想のデートプランっていうのを聞いてみたい気もします。ああ、じゃあ聞く。一応ね、言おうか。ほら、結婚してるから俺はね、はい、俺はもう具体あるのよ。起きて7時に起きます。ああ、早い。まあ、1日じゃない。7時に起きて、まあ、朝ごはん食べて、掃除洗濯して、はい、公園に行ってブランコをして、で滑り台に乗って帰って、ご飯食べて昼寝して、で家で積み木で遊んで、で晩ご飯食べて一緒にお風呂入って寝るって。これ娘とのデートだ。もうちょっとなんかロマンとか ないんですか？いや、娘とのデートだ。娘さんとのデート。 3歳の娘のデート。へえ、はい、まあ、いいお父さんということでなってるっすね。なんか俺の聞きたかった答えとは全く違った答え返ってきたっすけど、結婚するってそういうことなんかもしれない。いやいや、デートするってなると今は娘とはかなって思っちゃうんだ。俺行こうか。行くんかい。コート上で
お互いに相手のここはすごいと思ってるところ。あ、このお互い西野はね、なんかやっぱゴール下のフィニッシュうまいよね。あ、こう柔らかいというか、あ、そういうとこやっぱ上手だなってやっぱ思いますね。広瀬さんはディフェンスじゃないですか。鋼のボディで相手を削ってからの刈り取るディフェンス、堅実なディフェンス、別にいじってるとかじゃないですよ、うん、トランジションで広瀬さんにしか決めることのできないみたいな、どうやって決めんのみたいなレイアップ、なんか本当になんかこういくんですけど、どこでリリースしたみたいな。足で。足っすか。はい、はい、そんな感じです。そんな感じです。お互いに褒めるとちょっと恥ずかしいですね。これもなんかもう若い人に聞いた方がいい気がするな。新一、2人で遊ぶとしたら何をして遊ぶ？2人ってこの2人？したいことあるもん。あ、マジっすか、うん、娘さんとじゃないっすよ。じゃない、俺ですよ。西野とするってやった。ヒロさんからちょっと聞いてもいいですか。謎解き、脱出ゲームとかそういうやつ。なんでなんすか。好きなのヒロさんが、うん、ああ。で、昔、まあ、リュートも行ったことあって。マジっすか。うん、2人きりで。2人きりじゃなくて、で、久、山内、あ、3人で行って、その時もリュー入ってきたばっかあったけど、はい、もうそれでほら協力してやらなきゃいけないから、はい、グッと絆が、コミュニケーションも取れるし楽しいし、まあ、その後最後カニ食べに行く。あら、俺のこと考えてくれてます。そう、俺なんだろうな、俺バンジー行きたいっすね。ええめっちゃバンジー行きたいんすね。お前が行きたいやつじゃん。やだわバンジーは。けど人生に一回やってみたくないっすか。まあ、やれって言われたらやるかな。バンジーめっちゃやりたい。行ってくれないですか。バンジーとスカイダイビングだったらスカイダイビングかな。ああ、俺バンジーなんです。なんでバンジーの方がいいの。なんだろう、見えるから下が。そうですね、なんかバンジー やったらなんか今まで悩んできたちっぽけの悩みとかもどうでもよくなりそうじゃないですか。何の。いや悩んでるわけじゃないですけど、いやなんかすごいねみたいな、なんかこんな世界もあるんだみたいな、味わえそうで。で行った後居酒屋でなんかお酒飲むみたいな。ああ、しっぽりしっぽり。結局二人となんか食べに行くっていうことです。そうですね、はい、とうとう最後も来ました。バスケット関連でおすすめの小説漫画映画を教えて。これはまあこれからか。キャリアの長い広瀬さんの方が詳しそうな、ね、予感はするけど、逆にさちょっと手出しづらい。あ、知ってる分。なるほど。荒探しじゃないけどさ、ありえないよとかっていうことを見てしまっちゃって、あんまり手出せない。逆にサッカーとか、うん、野球漫画の方が見ちゃうかな。確かにバスケやってる分余計に、そう、そんな読もうとかなんかバスケのことはってならないですもん。スポーツというか漫画でいうと安達満先生が好きなの。タッチとかの人ですか。タッチ。あとね、サッカー漫画ではね、潔癖男子青山くん、潔癖な男の子がもうすごくサッカー上手くて、はい、全国大会まで出ちゃうっていうギャグ漫画。潔癖なの。コメディ。あの、それ読んでると、あ、なんか明るくなれる。へえ、面白いってことですよね。面白い。潔癖なの。もう、はいはい、極度の。サッカーってコンタクトスポーツなのに、コンタクトもしたくない、ヘディングもしたくない。始めたきっかけが手を使わなくていいからっていう。で、潔癖だから黒星が嫌いだから、今まで白星しかないっていう。俺はそうっすね、まあ、スポーツ関連で行かせてもらうと、あ、ロード・オブ・リング。それ、あれです、ゴラムとか。ゴラムでしょ。アオル・オナ・シティング全然ロードねえじゃん。まあ、なんか形は似てるっすけどね。それはマジで熱くなれる。なんかスポーツってやっぱこういうあるべきなんだみたいな、うん、熱い。やっぱ人生かけてるんだ。どうでした。意外なミッションの一面が知れたかなと。カニが好きっていうのも知らなかったし、逆にどうだった。ヒロさんって感じの落ち着いた感じでした。そうでした。結構恥ずかしかったね。あ、マジですか。 お互いの羨ましいところ教えてくださいとかさ、バスケのいいところを踏み合ってみたいな。なかなかそれは
言うのも恥ずかしい、まあ、言われるのも恥ずかしいしね。照れちゃう照れちゃう、まあ、というわけで、はい、ミクシレスポーツ YouTube チャンネル企画教えてんでした、はい。次回の教えてんは関野選手と高橋選手のペアになります、まあ、なかなか北海道ペアだね。刺激の強いペアなんで、そう喧嘩しないか心配だね、まあ、なかなかカオスな展開になりそうですね。というわけでミクシルスポーツ YouTube チャンネルでした。バイバイ、アロハ。俺も結構恥ずかしがり屋なんで、ここを通じてファンの皆さんのお礼をさせていただけたらなと思います。そんな声かも言う今の俺の教え点に対して何かあるんですか。その今点今点ということで、はいはい。